創業地である日本旅行草津支店。南洋県の所有しているビルに入居している赤い風船。専用貸切バス株式会社日本旅行は、日本最初の旅行会社で、西日本旅客鉄道の連結主会社。通称は、ひたび、んた。国内旅行に強みを持ち、赤い風船というブランド名で、パック旅行を提供するほか、JR 路線を活用した。 ウェンズ赤い風船がある。また、海外旅行商品として、高級志向のマッハ、リーズナブルなベストがある。旅行業登録番号は観光庁長官、登録旅行業、第2号、現存する旅行業では、最弱版である。発祥が近畿地方の滋賀県であり、また主要株主が JR 西日本であることなどから、阪急交通車のように、 大阪を拠点とする旅行会社と見られることも多い。しかし、1967年12月に本社を大阪から東京へ移しているため、長年にわたり東京に本社を置く旅行会社の一つである。東海道本線草津駅で駅弁を販売していた南信介が伊勢神宮参拝の団体旅行を主催したことが発祥である。日本国有鉄道が 指定席予約システムのマーズを導入した際に、当時弱小だった日本旅行が他の旅行会社に先駆けて積極的にマーズを導入、活用した2000年代以降の主要な閉店店舗を記載。ありがとうございます。